はい、ではやってみたいと思います。まずは遠くの空ですね。薄くなってしまうので、そこを見越してちょっとだけ濃いめに塗っけていきます。はい、乾くとやっぱりだいぶ薄くなりますよね。よし、じゃあここに、次にまだ細かく描いていく段階ではないんですけども、木の前にちょっと地面ですね。立ち木を描いていきますね。今比較的近くにある木の表面の処理をしてるんですけど、同じ色でただ引くだけではなくて、やっぱり木の光の当たり具合とか、木の節目とかの影響で木の
一本の木の中にでもですね、ちょっと色の変化をつけてやった方がいいこともあるんですね。なのであえてこの一本の木の中に違う色を今放り込んでます。その方が何ですかね、自然な感じになるんですよね。均等にあの密集してるんじゃなくって、ちょっと隙間が空いてるとことか、やっぱりあの自然のものなんで、できるだけその連続性を持たせない方がいいんですよね。連続性が絵の中に出てきてしまうと、ちょっとね、不自然な感じになってしまうんですよ。
この手の絵、まあ、林から光が差し込むっていうのはね、よくある絵ですよね。もう本当にいろんなところでいろんな方が描かれているので、ああ知ってる知ってる、よく見るねって、そういう風に映ってるかもわからないですね。うん、まあな、まあごめんなさい、まあなじゃないわまあね、ところがですね、よく見るとというか、パッと見でもわかるかな、あの描き手さん、描き手によってね、同じ風景ともやっぱだいぶ変わってくるんで、見方をちょっと変えると結構面白かったりはしますよ。じゃあこの辺りで、ちょっと軽く説明すると、前半と中盤、あの透明水彩で行ったんですけど、後半の明るいところはガッシュを使ってます、うん、この辺の緑も明るい緑もガッシュですね。ガッシュをこういう絵の時に使う時に注意しなくちゃいけないのは、透明水彩ってどちらかというとアウトラインがボケ気味なんですよ、まあ、どちらかというとね。ただガッシュはですね、アウトラインがカチンと出るんで、様子を見ながらやらないと、水と油のようなちょっとなかなかこう馴染まない感じのところがあったりします。分かりやすく言うと、ガッシュで描いたところだけがアニメの漫画っぽくなっちゃう、うん、そういうところは、気をつけないと起こりますね。まあ、初めからアニメのようなバック画を描くんだっていう人なら全然問題ないんですけど、そうなりたくない人は気をつけないと なる可能性が高いですね。まあ、油絵のようになってしまうという表現もできないこともないんですけど、まあ、強く出てしまうのはやっぱりアニメのバック画ですね。ですからこの辺りの、葉っぱを丁寧にこうやって一枚一枚置いていき出すとそうなっちゃうんですよ。あとこの光の漏れ方、ここもこういう場合逆光の光の漏れ方っていうのはですね、まあ、木とこの場合木と木の間から漏れてるんですけど、後からガッシュを置いていったり水でこれこすって取りましたよね、ああいう時も木まで消してしまうんじゃないか、またガッシュを置く時に木のところに白いところが乗ると、あ、しまったと思うかも分かりませんけども、それでいいんですよ。木にちょっと乗るぐらいで、あの白を置いていったりする方がいいです。逆光の光ってね、意外とこの物のアウトラインを消してしまうんで、白を置く時にあの木を消してしまうことに対しては何にも気にしなくていいですね。その方が逆に逆光っぽく見えていいかもわからないです。あとは、まあ、透明水彩のいいところもちゃんと活かした方がいいでしょうね。この辺りを描くときに微妙にアウトラインがにじんだりするっていうのは、ここでは非常に有効な手段だったので透明水彩でやりました。ちょうどその辺が良かったですね。じゃあその辺で、もしもこういうところを描く時がありましたら参考にしてみてください。以上です。